第一印象ちょっとな、うん、ちょっと苦手かもなって思ったけど、うん、話してみたら仲良くなれたか、うん、全然なれなかったか、うん、露骨にある。ある。もうラグフェアのオックンってんのは、はいはいはい、もう取材も別日だった。ええどういうことですか？ あんまり露骨に言ってないけど、表では、もう同じ空間が嫌で嫌で、お前。今仲良くなったから。結構ね、2、3年続いたそういう辛い時代が。でもこう、ね、一緒にその、まあなんか同じ場所に、もちろんこう、いなきゃいけないじゃないですか。いろんな。だから、おっくんが途中から笑わなくなったりとかして大変だったんだよ。でも、ね、根本が違う。彼はアカペラを世に伝えたい、うん、俺はラグフェアを伝えたい、うん、そこでまず根本の価値観が違う時代があって、俺も言葉が足りなかった、彼も足りなかったかもしれないけども、うん、それでも同じ取材の日じゃ意見が違うんでやめてくださいっつって、どっちが言ったか分かんないけど、それからもうあのトイズファクトリーがもうしびれを切らしてこいつらは話した方がいいっつって別日にしたりとか。うわー、入り時間は変えてね、もちろんね。だからどっちが早いんですか？あっちね。ほう、俺忙しいから、うん、他もやることあるから入り最後。うわ、ご迷惑おかけしました。え、今は今は今全然だよ。それに、まあ、今もうメンバー離れちゃったけども、全然もう途中ぐらいから、逆に言うとお互いのいいとこばっか見えるようになってきて、やっぱ2人ともそれぞれすごいなってことになったから、絶対あの当時はこいつとは仲良くなれないと思ったよ。でも結局距離を置いたから仲良くなったんですか？まあまあそうじゃない、きっかけとか距離を置いて、ええ、ラグフェアが一回休止したりとかして、はい、一度離れて、うん、でもう一回やってみると良さが分かるじゃないですか。隣の芝生は多いじゃないけど、やっぱやってる時は他がいいと思うけども、うん、離れてみると魅力が分かるんだよね。いや、こんなに変わるのかっていうぐらい。いや、だから大丈夫だよみんな、絶対会わないって人も距離を空けると、うん、実はお互いをあの悔しくて嫌ってた場合もあると思うよ。なるほど。魅力がありすぎて自分にはない、リスペクトこうし合っているけれど、うん、なんかこう自分にないものを相手が持ってるっていうところで衝突しちゃうみたいな。リスペクトしてなんて思ってなかったけど、今思うとしてたってことだね。それにようやく気づいたね。気づけてよかったですね。ラグフェアのアーシャがそれぞれシングルごとにあるんです、うん、はい、どこが仲悪いかは一目瞭然です。あ、そうなんだ。ちょっと今だから言えるよ。今だから言えるよ。いや、今になってよかった。